え、22歳の別れるの歌いますか。ええー、ね、僕は好きですけどね。22歳の別れ弾けるから。お小学校時代ですかね、これね。小学校5年の時に教えた。それはもうギターこそはみんなやるでしょ。そんなに、そんな年やったっけ。小学校5年の時に神田川とか、神田川とか。小学校5年と何歳、10歳ぐらい。楽器ミーか、私は中学校。楽器ミーとか一緒でしょ、飛ぶでしょ、あ、その時代やもんな。え、マスターって何歳なの。私61。あ、一緒やん。36年。36年前。36年、だから35年。1個してやんだから。え、牛でしょ。牛です。ヤズミやもんな。オルトリエル。感想とかちょっと僕分かれへんけどね、適当に行きますわ。その出来上がり。3フィンガーで弾いた方がね、親指ね、早いですね。4フィンガーで弾いたら、この
人差し指使うとこが遅くなる。店の中のあれは写真を送ってきた店だろうな。うん、やっぱり昼時は一番おだまり、静かにおだまり。音を出んの。優しい風に誘われ、あなたの待つ浜辺へと、波は静かに揺らめく、僕の心はときめく、月が遠く照らす、あなたの横顔、僕は声も出せず、ただ見とれているだけ、ただ見とれているだけ、うん、優しい風に吹かれて、あなたの髪が揺れてる、星は静かにきらめく、僕の心はときめく、月が青く照らす、あなたの素肌に、僕は声も出せず、ただ見とれているだけ、僕は声も出せず、ただ見とれているだけ、ただ見とれているだけ、うん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 、杉山さん、そんないい子持ってたし、杉山さんの一番高いギター、杉山さんの一番高いギター、僕の子は24万ですよ、息子に送ったり、杉山さんの写真を送ったり、今 YouTube 撮ったから。でもね、マスターラブソングやね。